今までのシステムじゃいけないわけよ。レイバーのインターフェースとしてはあれが理想なんだ。地底、水中、宇宙空間、アイボールセンサーだけじゃ追いつかないんだよ。何それ。目玉だよ、肉まん。さらにな、このチャリにしたって集まりされた当時は教習所があったんだぞ。自動車がレーサーだけのもんじゃなくなって何年だぞ。人間何だって慣れちまうもんさ。でもね。分かった分かった、じゃあ気分直しに例のとこ行こう。まあ、実際あっという間だったな。今となってはこいつのデータ収集用の実験機だもんな。なあ、乗ってみるか。まさか。どうして。うまく言えないけど、もういいの。さあ行こう、急がないと食堂また混んじゃうよ。おっと、そうだった。飯飯っと。どうした？
帝国を過ぎましたので第一正体大気を引き継いで帰宅しても。そりゃいいけど、南雲さんがまだ戻らないな。やっぱ、まずいですよね。でも、まあ、いいか。いいですかね。いいんじゃないの。俺も残ってることだしさ。第一正体、再起任務終了。妙、一つ玉丸より順隊に入ります。はい、ご苦労さん。じゃあ、失礼します。またね。一度だけ帰国した直後の手紙を預かった。本当にごめんなさい。今夜からうちの状態が大変なのよ。みんなによろしく伝えて。名前に聞いてすぎるのかな。一応聞きやすい。ご父さんいるかしら。あの人も携帯電話に必要な人ね。いいわ。今横浜線に乗ったところだから渋滞がなければ15分ほどだぞ。早速捕まったわ。失礼します。橋の両岸が通行規制のようですが、状況を説明になります。了解。
some shocking scene. You will be arrested. コピーとかオリジナルすら満足に保存できないのに、マスターが納品したら素材は全て潰してしまうのが現状だから。ところでテレビで放映した例の F16 の映像、あなたも見ました？嫌なこと見ただけ。それが何か押収されたテープ、あれより鮮明なんでしょうか？それはハイビジョンだからね。ホームビデオとは違う。何か映ってましたか？爆破の瞬間は瞬間というか、まあ、直後なんだけどね。あんた見たんじゃないよ、その目で。俺が見たら、私が死んだんだから。でも、脳にも迫ってたし、使える絵を探しただけで、何か映ってないかと思って寝たわけじゃないからね。映るとちょっと見えただろうけどさ。しかしたら何か映ってたのかもしれない。なるほど、それは確かに気になるわな。うん、頼むわ。面倒くさくて悪いんだけど。え、まだまだ精神的にお返ししますって。じゃあまた。マスイさん、うん、後藤さん。はい。また松井さんと組んで何を始めたか知らないけど、動くときは一言言ってちょうだい。裏でこっそりってのはなしにして。それって課長代理としての命令？命令なんてしたくないわ、同僚としてのお願い。お前じゃ聞かないわけにはいかない。失礼します。おう、会長にお客様なんですよ。会長二人だけど、どっちに？誰なの？陸学中佐と接種のあらかじめ住所の電話番号もないんですね。まあ、いろいろ作るわ。で、ご用意さん、本題に入るのにちょっと見ていただきたいんですが、これなんですか？
考えていきますか。ここですよ、ここ。この黒い鳥みたいな影。お父さんはもうお分かりのはずだ。この巣の跡にレイブリッジが飛んだ。それを踏まえた上で、もう一本のテープを見ていただきたい。階段の向きのないように作業の方をすると収録したら。デジタル技術の進化だ。わかります。あまり詳しくないですが、応援された例の不動産とは形が違います。これでどうですか。左が今見た手を、そして右がテレビで応援された。よくわかった。左が最新型のステルスで、そしてこれもごく最近開発されたベクターの、そしてここからが問題ですが、自衛隊はこのタイプの F-16 を装備した。ちょっと待った。その前に、どうしてうちにその話を。無論真相究明に協力していただきたいからです。それに最悪の機会に備えて、現場レベルでのパイプを警察との間に確保してきた。もちろんそのためには我々が入手した情報は全て提供した。最悪の機会は、どうです。ドライブの島というか、近場をぐるっと。走る車の中に落ち着く条文でね、考えがまとまるんですよ。走ることで自らは限りなく精神に近づき、世界が動き始める。それに移動する車内なら、この車の中に乗れる心配もない。そろそろ仕事の話しませんね。ベイブリッジが爆破されて、宮城島との中間着面中に失踪した米軍機がありました。それがさっきのビデオの機体だったと。米軍自身がそれを求めて報告してきたんです。もちろん非公式なものです。我々には独自のルートがありまして、軍を運用しています。意外に思うかもしれませんが、事実を隠して我々の防衛体制をいたずらに混乱させるのは彼らにとっても得策ではないので。でもなぜ米軍がベイブリッジを。無論彼らが攻撃の意思であるが、今回の事件に関して言えば、米軍も、そしておそらくはミサイルを発射したパイロットも、彼らが説明してくれるよね。我々は1年ほど前からアークループの内定を進めていました。国防族といわれる政治家や閣僚を、それにアメリカの軍事者が米軍内の一部勢力、まあそういった連中の練り合い状態です。冷戦終結後、拡大の一手を図るアジアの軍拡競争の流れの中で、一向に軍備の状況を図ろうとしない日本に対して、我らは強い危機感を持っている。そして、平和の日本の政治状況を一挙に覆すべきは、我らは軍事的茶番を決めるのです。覚えてますね。26年前、日本の航空体制と国防意識を揺さぶったMiG-25の拷問さは、これも伝わる。米軍としても転換策に進行し、その真っ白な花火で軍のサインを聞かない。
本物のミサイルが発射されたことを望むけど、事件かもしれないが、それが証明されない限り何者かの意思が解体したと考えるかもしれないが、現にそれを威嚇したような状況は現在だと思っていました。その危ない連中の茶釜がどこかの誰かが利用されたとして、この目的は、ちょっと待って、その前にそこまで分かってるなら、なぜ投稿して自衛隊への疑惑を晴らそうとしないか。もちろん知ってる。幕僚たちは攻撃を迫ったが、政府はまだ終わらない。大臣さんの存在が可能性といっても、状況から推測しているだけで確たる証拠は何もなし。事故の線で攻撃をしたとしても、収拾のつかないスキャンダルに発展することは避けられる。例によって、とりあえず真相の究明に全力を挙げつつ、事態の進展を守ろうと、今そのことですか。バカな連中さ、それこそ奴の思うつくだが、現場を無視したこんなやり方が続けば、いずれは矢をついて蛇を出しかねない。その名前に何としても犯人を抑えたい。協力してもらえるでしょう。荒川さんだったっけ？面白いお話だったけど、それこそ状況証拠と推測だけで確たるものは何もない。さっきのビデオにしたって、ビデオテープそのままに証拠能力のないことはあんた自身が証明して見せたわけだし、やっぱこの話乗れんわな。後藤さん、あんたはやっぱり噂通りの人だ。私の人生は間違っていない。だが、日本のテープが日本とも虚構だったとしても、どんなテープに伝えたらあまりもない。違う。座席の線が。現在所在不明。我々が本人を挙げて探している第1級の名詞。レーダーに関わる者なら、その名前以外は知っていると思う。仕事柄、我々は元の人探しが苦手で、ことが複雑に警察に持ち込むわけにいかなくて、一応俺たちの警官なんだから。後藤警部補はあちこちに強力なパイプを持ち出すんですが、それに、特殊な方の超法規的活動、いや、活躍といった方がいいのかな。噂は常に。大変な誤解ですな。オタクと同じ、ただの公務員ですよ。失礼。私たちだ。何？おい、あれにも現役の警察が耳を乗せてるんだからな。奴の動きの方が早かったよ。爆走した F16 自衛隊さん。ミサを発信して7時だ。約10分後に東京上空に到達するから。 SNS 情報、当該バイク、北部の航空方面内、タンクの地域交代中、 F16 で高速対バイカー、オートバイカー。エリアポジティブ、疲労は HD1-0、 高速の看板に出て、速度の前に20の速度、なお長かった。ミサはどうだ、つながった。北米投資を始め、各機構隊の応答はありません。ダイレクトライン基地の指令を呼び出せ。出るまで続けろ。まさか伊沢はな、バカ。そのまま呼びない。容疑に上がりました。120-4より、ウィザード03、駒場さんままの4、フリーリット通話は、排気予想局、ウィザードネクト0、フリーリットネクト10。
ロックの状態を全部確認しよう。最優先だ。了解。部長、 SIF コードは確実に変更されている。ライブの理想は不可能だ。システムエラーか。自己診断プログラムが常時走ってるんです。エラーのまま進行することはありえません。ウィザード、コンタクトはまだ。ターゲットデヘッド25、ウィザード03、ハーバーコンタクト。エアリティコンタクト。リクエストターゲットバック。目標はあと何分後に一時に入る。約10分後です。イルマの第一降車時に集め、直ちに迎撃態勢に入る。それは、長官に緊急連絡だ。Negative 1.5. Heading 1.5. Altitude is 82. Mach 1.2. Reduce speed. Negative 2.5.